みかこですみかこはぱやぱやにアクセスありがとうございますこの番組は毎週火曜日に更新される YouTube 音声番組で今回は6月6日火曜日更新の第1110回の放送ですさあまずはコカロコンのお知らせです6月17日土曜日夜7時から東京江東区 深川江戸資料館小劇場というところでゲスト石原香里りちゃんをお迎えしましてパイパイの登録を行います現在参加受付中なのでぜひ皆さんふるって遊びに来てくださいパイパイ的には初めての場所でとっても趣あるなんかこう和風というようなテイストのん,なんかまた行ってみたくなるようなまあ まだ私は行ってないし写真でしか見てないけどもうすでにとってもワクワクしているそんな場所になっています皆さんぜひ六月十七日土曜日集まってくださいねお待ちしていますさあそれでは最後までいきましょうよろしくぱよまずはクリックの練習から行ってみましょう今回は 今食べたいって思ったものを言いながらクリックしてみましょうえー、今食べたいものかせーのツナと大葉のパスタクリッククリックこれ私よく作るんだけどあの本当に茹でたパスタにめんつゆツナ科のツナあと大葉あと大根おろしを 乗せて混ぜて食べるだけすっごく簡単なんだけどなんだろうこうヘルシーだし罪悪感もなくていいんですよおすすめしますあれもうお腹の音聞こえてるあれ聞こえてる本当 ちょことだけあよかった今日もなんかねお腹が結構喋りたい喋りたいってうるさいんだけど <laughs> いやもしかして今食べ物の話してるからねうん食べたいなのかもしれないなさあ、団子が草団子に変わっているのに驚いたウズラはカツカレークリッククリックはあ、いいですね私も最近カレー食べてないんですがんなんとなくカツカレーぐらいいっちゃうかみたいに思いました。<laughs> <laughs> ボリュームあるじゃない？カロリー的にも、うんうん、普段食べないんですが、たまにはいいのかなって思いました。いやいやいいでしょうよ全然。いやウズランもしっかりカロリー取ってくださいよ。カレーもさ、まあ人によって好みあるじゃない？ウズラこう好きなタイプのカレーあります？昔ながらのカレー、うん、家庭のいわゆるあお母さんが作ったような野菜がゴロゴロ入ってるのも好きそうそう,うん、うん、好きだし。うん あとはゴーゴーカレー、こだまんとさお<ー>もう結構好きなじゃ私はゴーゴーカレーってあのゴリラのマークのゴーゴーカレー、うんうん金沢カレーねわかるわ、ね、かる,かる何でもいけますゴーゴーカレー私東京ドームで野球見るときに結構食べがち、うんでもそこでしかほとんど入ったこと入入らないけどね東京ドームだとそのまあテイクアウトの形だけどその座席に持って帰って食べるんだけど。 えー、どんなカレーだっけそれこそその昔ながらの感じ普通のカレーあ味の濃いカレーって感じ、ね、わあ絶対美味しいやつやーはーいいね何何なな千切りキャベツを混ぜて食べるのへえ面白いいやーいろんなカレーちょっと待ってお腹すごいなってるな <laughs> ギュロロロロギュロロロロ やばいゴーゴーカレーの話をしたとたお腹がぐるぐるとえー、私もでも同じでやっぱりその昔ながらのお家で作るようなドロッとした感じのカレーが好きなのでうんなんかそれこそ洋食屋さんとか喫茶店とかそういうところのカレーほど好きかもしれないはあ食べたくなってきてしまった <laughs> まさかの飯テロにふーんそれでは早速こちらのコーナーから。 おぱよりぱよ今日の三本柱みたんガルパンのアフレコに行くぜうずらん雨の高速道路はヒリヒリするぜこだまん梅雨でもカレーがうまいぜちょっと待ってあれあれ <laughs> ちょっとここにあれ急になんかデブキャラを押し出してこられたと思ったらっその前に私たちがカレーの話を散々していてで かつ私たちもちゃんと台本を読んでないっていうのが今バレるっていうね <laughs> 台にっびっくりしちゃったよね今ねえっ伏線を回収しているという台本にあったねえほんと自作自演感半端ないけど違うんだよ今気づいたんだもんね <laughs> いかに読んでないかそうそう,そういかに見てないかがい今初見だったから「<laughs> こどまん梅雨でもカレーがうまいぜ」って書かれてると思ってびっくりしたえっこどまんの好きなカレーは何なのなんかお気に入りのお店とかあるのあインドカレーはまってる。 あ、マトンか。美味しいよね。確かに私もバターチキンカレーは好きだな。そうだな。わかる。そうで、ね、でもこだまんという私の中でモーヤンカレーのイメージが強いんだけど。ね。うんうん、そうだ。ちょっとね、打ち合わせの時にこだまんとカレーの話でしたけど。うん、こだまん的には、うん、台本に書いてあるっていうのも踏まえて話してたわけでしょあ、そうだったんだ。うん。 あ、今日もうお昼に食べた話ここの台本に入ってんのあ、そうなんだそしたら我々は台本読んでなかった台本読んでなくて勝手にカレーの話してるって <laughs> まあだとしたらさすごい仲良しじゃない <laughs> 心を通じ合っているということでいいですかね <laughs> おいおいみったんそんなことよりガルパンのアフレコってなんだいと思ってるあのガルパンおじさんたちを今置いてけぼりにして <laughs> <レー S 1> あのどんどんカレーの話進むっていうね そう皆さんご存知だと思うんですけど、ね、水嶋智監督がツイッターとかでつぶやいていたみたいなのでねあのー、ほぼほぼアフレコ終わっていますという、えー、終わっているというのは最終章第4話になります、えー、10月6日金曜日に公開予定公開なのか <laughs> するでしょするよねきっとねしてくれないと困るそうだよね、はい、もうみんなお待たせしすぎている <laughs> そんなガルパンのアフレコに私多分抜き収録なんだけどこのあと今日じゃないよ 来週頭ぐらいに行ってくるので、はい、久々にに小山ゆずちゃんやってててきますよ、うん、楽しみにしみててくださいあの台本見て V チェックした限りあこんな戦い方もあるのかとそしてこれはまたガルパンおじさんたちがひいひい言っちゃうなっていうもう本当に演出が上手だなの一言なんですけどうん。 なんか胸熱な展開をよくもまあさずっとクライマックスなわけじゃんガルパンって本当の意味でのクライマックスをさもう何年も何年もやってるわけだけどいやー素晴らしいクオリティでうーんとあの期待値上げときますん、ね、で皆さん10月6日に向けてねはい高めといてくださいさあじゃあメールいきますか他にもあの川崎一郎監督に会った話とかしようかと思ったんだけどカット <laughs> 川崎監督聞いてるかな 川崎さん元気でしたよ、はいね、あのちょっと前まで「ボトルマンデラックスの」の、えー、監督でお忙しかったみたいで「今ね暇なんだ」って言ってました。<laughs> いや暇だからねちょっとお茶しようみたいなことになっただけなんですけど <laughs> 話したことといえばね本当にあに日々のそれぞれの家庭の あのー、日常を、あのー、発表しようみたいな報告会 <laughs> 本当にママ友と会ってるみたいな気持ちだったよ <laughs> <laughs> はいお元気でしたパイパイを聞いてきてね聞いてくれてるんでしょうかその時ねパイパイを聞,聞いたよって言ってくれてたんですけどねさあメールいきましょうえー、とこちら石川県の「はい順としてますか?」からいただきました久しぶりじゃない見たお世話久しぶりの投稿です突然ですす突然が プ野球って楽しいですねカープファンの私は先日東京ドームと横浜スタジアムにカープ戦の観戦に行ってきましたおーいいですね全部で3試合見に行ったんですが全部敗退敗退かしかも2試合さよなら負けこれはきついしかも現地観戦でしかも石川県から行ってこれは 残念でしたが、やっぱり現地観戦はいいですね。はあ、前向きカープのホームであるマツダスタジアムにも行きたくなりました。そう、マツダズームズームスタジアムもとてもいいですよ。見たファイターズファンですが、ホームの新しい球場はもう行かれましたか？ 投稿も久しぶりですが実はパヨパヨ聞くのも久しぶりです今は1087回あたりを聞きながらメールを書いていますまた私の日常にパヨパヨを取り入れながら最新回まで聞いていきたいと思いますと書いてきてくれましたどうもありがとう久しぶりじゃんいや嬉しいですいやーしかもね現地感染して <laughs> さよなら負けか残るな 大引くなーうーんいやー普通の負けよりきついんだよねさよなら負けって何であんなに精神的ダメージが大きいんでしょうかやっぱそれまで勝てるかもしれないと思ってるからというこうね急にこう手のひら返されたみたいなところにうーん傷ついてしまうのかしら。うーん そうなんだよね今までずっと負けてたのにさ最後の最後だけひっくり返してささよなら勝ちした時のあの感動ったらないじゃん。確かになそのなんかこう振り幅というかこうガーンってでメーターがこう振り切る感じがうんそれをそれがあってさよなら勝ちした時とかやっぱ泣いちゃうじゃん。うん 逆にさよなら負けした時は本当にもう寝,寝る直前ぐらいもずっとギリギリしてたりとかするけどはい順としてますからそれでも現地観戦がいいというふうに言ってくれて <laughs> よかったいい野球ファンだうん私もあの周りに広島ファンがとっても多くって飲み仲間に広島ファンが多いしあのよく行く飲み屋さんにはあの広島カープの梅酒とか置いてあったりとかするから <laughs> そうあのカープも常に気にかけて。 いたりとかします、うん、いやお互いねあね、のー、いろいろあると思うけど、まあ、ファイターズは今ね、あのー、現状4位なんですけど、まあ、これから上がっていくと信じて私もししっかり応援していいいきたいと思います、うん、いや選手の入れ替わりがは早いことに野球ファンをやっていると毎年ね、あのー、びっくりしたり、あのー、悲しんでしまったりとかいろいろありますけどね。うん お互いプロ野球楽ししみましょいさあ他にもこちら岐阜県のパイパ屋にあかりからだきましたみったん先日愛媛旅行に行って松山坊っちゃんスタジアムで中日戦を観戦してきましたへえいいの外野席の向こうに広がる景色が心地よくて地方の野球ん野外球場を堪能しました。 チームは弱いですがこんな楽しみ方もありますそして松山では道後温泉と松山城に行った後岩水丸水と書いて岩水でミッタンも食べた宇和島の鯛飯を食べましたかっこ僕は本店の方に行きました去年の札幌ドームではミッタンに教えてもらった八甲学園の農産物直売所でソフトクリームを食べ今年も松山でミッタンとほぼ同じところを巡るというまさにファンの鏡キラーンまたの名をストーカー キラキラ自分で書いちゃうっていう「ミッターは今年エスコンフィールド行かれる予定はあるのでしょうか球場周辺のおすすめの観光地などまた教えてくださいね」と書いてきてくれましたやっぱりねあのペナントレース盛り上がっっててる感じひしひし伝わってきますね私が野球好きで本当によかったしこういうメールがねこうどんどん増えてきてくれてね嬉しい限りです。 そしてエスコンフィールドね、みんなの、聞いてくれてるんですけど、今のところね、行く予定な,ないです。ないんですけど、つい昨日の夜、久しぶりに藤田咲ちゃんから LINE があって、で、突然何かなと思ったら、あの、美香子さん、日ハムの注目選手を教えてくださいって言われて、で、私今あの、えっと、上川畑選手と、あと、江越選手、 ちょっと注目して見て見るんですけど、まあ、それを送って返したのでどうしたのって聞いたらこれもう終わってるから大丈夫だと思うんですけど5月の31日水曜日に、えー、とファイターズとカンコレがコラボしたみたいなんですよ。でそれがあってさきちゃんが多分エスコンフィールドに行ったんじゃないかと思うんですよ。でただ この段階で今この5月31日よりこの収録日が前だから本当に行ったかどうかわからないんだけどそうでそれであの注目選手知っておきたいっていう風にあにさすがさきちゃん野球も好きだし勉強熱心と思って連絡があったんですけど私ももちろんファイターズファンとしてさ S コンいつか行きたいじゃんでも先にさきちゃんが行くっていうからじゃあこれはね何かのご縁だからさきちゃんもしよかったらあの多分。 球場の外になるんだけど、私の名前の刻まれた <laughs> ブロックがあるからそれを良 <laughs> かった <laughs> 見てきて写真撮ってきてっていう風にお願いしときました。<laughs> 実際さきちゃん行けたんでしょうか？うん、なんか意識とかできてたらいいんですけどね。そう、ちょっと今この段階だと何ともはっきり言えないんですけど、うん？ なんかあのファンの皆さんからもツイッターとかで「ミッターの,のブロック派遣しましたよ」とかって写真撮ってねあの送ってきてくれたりとかするんですけどなかなか私が現地に行けてないもので,うんでそんな間になんかこう多分地面に掘られてるブロックだと思うからみんなの,あの足の下にされてる可能性とかあとなんか台の下とかになってるみたいな写真見かけたから早く行かないとと思っています。 ちなみにミカコ「みかこ高橋ってローマ字で入ってて「みかこ」「あとマーク」「パヨパヨって番組名が入ってるので分かりやすいはずなんだ。行かれるあの北海道在住の皆さんそしてファイターズファンの皆さんもしくはあの遠征すると「エスコン行くぞ」という方写真撮って私にリプで送ってくださいお待ちしていますさあ他にも行きましょう、えー、こちらですね、えー、っと 高校生リスナー和歌山県の方です、ね、ありがとうさんパイパイいきなりですが僕最近着物にハマってましてほぼ毎日家で着付けの練習をしている日々そして先日大阪にある着物の古着屋さんで大島紬を3,300円で買うことができしかもほぼ新品同様の状態でゲットできたんですその後家で着てみるとすごく満たされたような気持ちになりましたやっぱり和のものっていいですねといただきました、えー高校生リスナななぜなぜ なんで急にに着物にはまったのかその理由が知りたいですうんなんかさこの高校生になってきてちょうどこういろんなことがわかるようになってきてお金もちょっと自由に使えるようになってきたりとかして本当の意味でこう自分の趣味とか自分の興味のあるものとかにこう力を注ぐことができるようになってくるじゃん。やっぱそこ小学生ぐらい中学生ぐらいだとまだなんかこう親のなんかこう か管理の範疇というか,、うん、だからそこでこう一個抜ける自分の興味がグンって前に出たのがなんで着物だったのかめちゃくちゃ気になると思ってなんか着物の素敵な映画を見たとかさなんか漫画があったとかアニメを見たとかそれこそ着物着てた人がかっこいい人がいたとかなんかあるのかなと思って「高校生リスの良よかったら続報お待ちしています。 さあ他にもこちら東京都レヴォーグありがとう美加子さんパイペオ少し前のことですがパヨくんのランドセルを見に行かれたようですね、えー、写真では青を背負っていましたがそう、えー、インスタグラムに載せたと思います、えー、載せたかな載せたと思うんだそう青を背負っていましたが本人は一番という番号という理由で黒が良かったようですねちなみに僕はほとんどカラーバリエーションがなかった20年ほど前に小学校1年生からずっと 濃い青色のランドセルを使っていました珍しくない昔から青が大好きなのもあって青いランドセルじゃないと学校行かないと言ってジャスコでたまたま見つけた青いランドセルを学年で唯一使っていましたクレイジーですよね <laughs> どんな結びなのよクレイジーとは思わないけど なんか、小学生ぐらいって人と違うことがすごい恥ずかしかったりする時期だから、なんかそれを押してでも青いランドセルを貫いてたレボーグのなんかこう、心意気がすごいなと思って逆に尊敬するわ。うん。私、学年でもう最後の最後まで、小学校1年生の時ってさ、ランドセルの上に黄色いカバーかけるじゃん。最後の最後まで私だけ使ってて、で、それがもうとにかく嫌だったの。でももう、 うちの母律子文明が1年生なんだから絶対つけてなきゃダメっていうふうに言われてて私泣いて12時間講義して話し合った結果やっと取らせてもらったっていうことがあったぐらいその学年全員がもうみんなランドセルにあの黄色いカバーつけてないのに自分だけつけてたっていうことが恥ずかしくてしょうがなかったのにすごいねレボーグ1人だけ青いランドセル使ってたんだって。 そそうそうこの話はあのファンクラブ限定のマカレディっていうラジオの方で喋ったんですけどあのねあのランドセールをランドセルを買いに行くタイミングこんな早いんだって、まあ、人の親になって初めて知っただけどだって、えっと、うちのパヨくんの小学校入学は来年の4月ですからなんなら2月とか3月とかギリギリでいいんじゃねって思ってる私が。 その頃にはもうどうどやらランドセルっっててないんだってでも自分の小学生の時そうだったかなともっとギリギリだった気がするんだけどでまあそのいわゆる乱活というものランドセル活動を早めにするってことってもうゴールデンウィークより前ぐらいにあの見に行ったんですよ、まあ、ちょっと渋々。で <laughs> どれにするって言ってで本人連れてって。でもも本人も なんかあ違う最初に金色がいいって言ってて言たんだ <laughs> ゴールドがなんか本人の中で今ゴールドが厚くて <laughs> 好きな色聞くとゴールドあとシルバーって言うんだけど <laughs> すごいなんか中二男子っぽいよね <laughs> ゴールドがランドセルって探せばあるんだけど、まあ、高いしいやそんなさ今はいいよ小学校6年生にもなってさゴールドのランドセルお前本当に最後までちゃんと使い切るんだろうなってこっちは思うじゃん高い買い物だし。 でそれが連れてったところなんか「これがいい」って言われてでその指さされたのがただの黒いランドセルで「えこんな黒いランドセルなんだってどこにでも売ってるし乱活早めに始めたのにえもうこれでいいの、まあ、私的にはその何度も何度もあのお店に行くの嫌だったから <laughs> まあ決めてくれるからだったらいいやと思ったんだけど理由聞いたらあの一つ一つに札がついててただただ1番が黒だった2番が赤。<laughs> 三番が青、四番がピンクとかも、その色じゃないんだよ、番号。僕は一番がいいんだということだけで、黒いランドセルを買ったという話があります。はい、いびっくりだよ。うん。もう一枚、千葉県のひろゆきんきん。 いつもありがとうみかこ車掌パヨパヨあ,あすいませんコーナー名「超えてつ」って書いているんだけどご紹介しますね夏の臨時列車が発表されました JR 東日本では常磐線で活躍する E657 系が東海道線伊東線で初めて運用されます6月10日にはフレッシュ日立のリバイバルカラーに塗り直した編成が4つに増えるそうですねそうフレッシュ日立って5色あるんだよね私もなんかちょっと知らなかったんで調べたんですけど そうもうほんとねあの戦隊ものみたいな勢いですごいカラフルなフレッシュ日立が登場します当日はリバイバル編成が運用に入るといいですよね美香子さん最近気になっている鉄道はありますかというふうに書いてきてくれていますそして「ひるゆきんきん」いつも通りですね6月前半の、えー、東洋高速鉄道でのシフトのね <laughs> スケジュールも書いてきてくれている。 ありがととうこれメモっっててちゃんと持って帰るからね <laughs> 自分の勤務シフトを必ず教えるっていう <laughs> 勤務シフトをパーソナリティに教えてくれるっていうね親切だし行かないとねそうなんだよ行きたいんだよなかなかさそう千葉に戻ることがなくてさそうでもいつか行こうと思ってるから本当に急に来たらびっくりびっくりしてうん。 私ね気になってる鉄道というわけではないんですけど、まあ、気になってる鉄道はもう常にあるよいっぱいあるしあのあれとか気になってるよあの新しいスペーシアねあのクロスのマークのやつねそうあれとか乗りたいなとかももちろん持ってるんですけど先日プラレール博2023に行ってきたんですよ先日といってももう1ヶ月ぐらい前のゴールデンウィークの話なんですけどそう雨の中並んでさ行ったんですよ ま激込みですよ。で,でかっていうとプラレール博自体が4年ぶり3年ぶりだいぶそうコロナ禍でお休みしてて4年ぶりになるのかなそうだったのでもう大人気だったんですけどそのプラレール博であの奇跡が起こってその奇跡の動画を私インスタに上げたと思うんです。見てくくれた,かったいるかなあのパヨんが あのパネルをあの3つこう回転してるパネルを3つ合わせると,、えー、と特別なプラレールその時はね、えー、と200系の新幹線のゴールドカラーのやつをその3つ揃うともらえるっていう、えー、動画を上げていてよかったら見てほしいんですけどあのとんでもない喜び方してるしその当たり方もすごくって。 パネルが3つあってそのパネルを1個ずつこうルーレットみたいに回すんだよねスロットかスロットになってるんだそうで手動だから自分の手で回すんだよねで右から1個目回してぐる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 カシャッて山手線が出たのかなで2個目ぐる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 カシャッて山手線出てで3つ目をぐるぐるぐるカシャッて山手線出て3つ揃ってフィーバーってなってイエーイっていう感じなんだけどこれの何がすごいって他のお子さんたちも結構あの 揃っててるんだけど全て輝きという別車両なぜなら輝きはそのえっとスロットの中のパネルの数が多かったから輝きが当たりやすいようにまあ子ども向けだからできてて多分山手線は超難易度高かったというのにだから山手線が1個目で出た時点であ終わったなって思ったのに綺麗に3つスロット決めて <laughs> いやんか素質あるなみたいな <laughs> 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 はいそんなあのー。 ことがあって、プラレール博でね、そう、また久々にプラレールとか電車とか浴びて、うん、面白かったし、やっぱり好きだなって思いました。うん、そうそう、一個さ、あの、パヨくんが最近、あの、ジブリの、あの、金曜ロードショー、まあ、うち録画してるんですけど、見せた時に、えっと、私、紅の豚すごい好きなんだけど、紅の豚が始まって、で、まあ、私が見たくて見てたんだけど、横から見てて、 あ、「豚の暮れない」だって <laughs> 豚の暮れあ逆逆ねーみたいな「あそううん逆」って言ってて「いやママねでもね「千と千尋のやつも好きだみたいなことを言ってたら「ああ千と千尋の神隠しね」って言って軒並みジブリのタイトル全部違うっていう。<laughs> なんかことになっててちょっとこれからもうちょっとあの泳がせて <laughs> <laughs> また新しいタイトルがね <laughs> 勃発しそうなので楽しみにしているさなかです。さあというわけで以上「パイルパイ」のコーナーでしたは続いてはこちらのコーナーです。目撃パヨ 雨どいから流れてくる雨水をガブ飲みしている子玉を目撃（実は幼少期）（閉じ）目撃パイのお時間です。飲んでたんだ。うわあ、いや心配だよ。親の気持ちになったら。 いや本当変な病気になっちゃうんじゃないかと心配で子供のやることいや気持ちわかるけどあと喉乾いてたんだろうけどさ <laughs> それじゃ本当のトトロだよ <laughs> 目撃パイでパイパイのステーションスタッフリスナーゼルパヨコの目撃情報を紹介していますあくまでもフィクションですでは1通だけご紹介しましょう福井県のシュレックからいただきました目撃パヨです最近隠し事をしているかもしれないミッタンを目撃 みったんが最近隠し事をしているのではないかと疑ってしまうパヨッコ5月2日に「ゴールデンウィーク殺人事件?」という言葉とともに大量の髪の毛の写真のつぶやきを発見同日ブログでは「中1以来の短さ」や「こんなに切ってしまった」とアリバイ工作をしているのかもしれない翌日日5月3日に 半分白目ののちゃんの写真全身の写真はないそれから少したって5月15日の月曜更新のミッタンのブログでミッタンの遠目で鏡に映る自撮り写真が2枚やはり隠し事があるのかなかなか表情が確認できないやはりここはミッタンに聞かねばならないと意を決してやりましたかはい ちゃん自宅でカラーしてたら突然まるちゃんが入ってきて全身カラー剤がついてまるちゃんが真っ黒になってしょうがないからバッサリと毛を切りましたゃゃんじゃんとのことですいや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 ちょっと待ってちょっと待って確かに私何の説明もしてないけどいや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 あのー、そう、えっと、ゴールデンウィーク殺人事件って1ヶ月ぐらい前にあのつぶやいた写真 <laughs> あれがまるちゃんだとしたらもうやべえしやべえしょもうまるちゃんいないでしょよ <laughs> 違うんだよ私もあのあの世の女子たちがやってる匂わせっていうのをやりたかったので匂わせで私髪の毛切ったよっていうことを伝えたかったという話ですはいみんなに伝わってるはずなんだけどな一たは髪切ったのがだいぶこの収録よりもだいぶ前だから、ね、うん 普通のことですけれどもうん、うん、我々とかリスナー的にパヨッコ的にはかみ切ったのはね、うんうん、つい,さいすぐのホットなネタですからまあまあそうだね,ね今日かみ切ってからうずらのとこだもんって初めて会ったんだけど、うん、そうもうあの私ゴールデンウィークぐらいにはもう髪の毛短かったからさ <laughs> なんかもうこれが普通になってきてしまっていてちょっとねあの時差を感じずにはいられませんが、ま、るちゃんの,あのなんだろう全身の毛は。 ふざふざ白く白いままで可愛 <laughs> い,いままでいますよご安心くださいませ以上目撃隊のコーナーでしたそれではプラモの塗装がうまくいかなくてイライラしているウズラんからお知らせですプラモデルのね塗装うまくなりたいですよねわかる <laughs> まさに私昨日調べてたのプラモデルじゃなくて私トミカに色塗るの調べてたの ガンプラをね、たまーに作るんですけどね、うん、やっぱ塗装の技術がないもんですからね。ちゃんと、な、うまくなりたいなと思ったりします。そう、技術ってそ、そ手先の器用さじゃないの?。それも含めてね。うん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 。大体、ガンプラって、もう、ほとんど塗装しなくてもできちゃうんですよ、綺麗に。あ、そうなんだ。だ塗装で、あの、色分けされてるから。でも、たまに塗らなきゃいけない部分もあるわけですよ、ね。うんそういうのをちゃんと塗れるようになりたいなと思ってます。 わわかるわー <laughs> 私もさ今自分のねあの三岡のビュートのトミカを、あのー、買ったんだけどそれの塗装がグリーンなんですよで私今黒いビュート乗ってるからそれを黒に塗りたくて今まさに昨日アマゾンでさその塗装調べててやっちゃおうかな全塗装全塗装しようと思ってるトミ,トミカのトミカの全塗装ねトミカの全塗装よくない <laughs> で、あのー、詳しい あの人のホームページ行ったら車に塗るやつをそのまま塗るのがいいんだって車のさ傷隠しの時に塗る、ね、あのペンあるじゃんでそれをそのままトミカに塗っちゃうのが一番いいんだそうですやりますまさかのね塗装の話がミッタと合うと思います、うん、<laughs> 確かに私もちょっとガンプラの話だったらついていけなかったかもだけど塗装どうしようかはすごい共感あ今日も共感 <laughs> 共感しちゃったよ さあそろそろ、そろそろじゃないですか。フライング。何何、お知らせがあります。あ、面白い、してないの。して。してよ。はいよ。もうトミカの話で満足しちゃったから。はいよ、はいよ。はい、四月三十日公開録音の有料アーカイブ配信、まだ受付をしておりますので。うん。はい。駆け込みでぜひ。はい。あの申し込みいただければと思います。のでぜひぜひ、こちらをご利用ください。うん。それと。新しい切手シートセット。 決定ということで準備しておりますので、はい、決定次第詳細はおってお知らせしますのでお待ちください,うん、うん、い詳しくはすべて概要欄をお願いしますさあそろそろお別れの時間です番組ではっぱりリ大募集中メールのたすきも概要欄をチェックしてください番組がそれなりに面白かったと思ったら高評価とチャンネル登録をよろしゅう次回の番組の更新予定は6月13日火曜日の予定ですこれが1 1 1 1回になりますね それではみんな一緒にせーのぱよぱよ